けど、あのみんながめっちゃこうハングリーに食いついてきてくれるから、もっとこう伝えたいし、なんか体は疲れたけど気持ちはすごく高まった。僕もダンススタジオを今自分の地元でやってて、本当にこういうスタジオに来た時はいろんな風景やったりそういうのもいます。で、このスタジオはこうやって写真をいっぱい貼ってて、でこれがみんなのメモリーやったり、なんかつながりを表しているのがすごくアットホームなスタジオだと思いました。トリップファミリースタジオ、いやみんなねすごいやっぱり練習ももちろんしてると思うし、すごいリズムも取れてるし、あとはねもうそれぞれをもっともっと表現出していってほしいな、あとはキープダンシングだね、いいと思ったよ、まだ全部は見れてないけど、もっともっとねここも盛り上がっていってほしいね。トリップスタジオペース。